皆さんどうも、どうも、こったその自由気ままにチャンネルでございます、本日はですね、こうちゃんがね、福岡でお土産をね、買ってきてくださったってことで、くださったじゃない、くれたということで、はい、こちらのね、いくらでしたっけ、これが1680円かな、1680円の明太子と約300円のね、明太子の食べ比べをして、こうちゃんのね、やっぱ下のね、これだけ具合をね、ちょっと見ようかなと思っております。これなんか一応、福岡空港限定って書いてたんだよ。でもそもそも山屋さんが多分めちゃくちゃ有名だから、あ、そうなの、多分相当わかると思うんだよ。ということで開けてみようか。でプラス今回はおまけで絶対みんなにやってほしい卵かけご飯っていうのもね、おまけでやっていこうかなと思ってます。じゃあちょっとこうちゃんは目隠しして、一応ねこれだけだとしょっぱいんで、ご飯と一緒に食べさせて、どっちが高い方の明太子かっていうのをね、見極めてもらおうかなと思います。すごいね。じゃあちょっと 目隠ししてもらっていい？いいよ。中身でね、もうだいぶね、色だけ見ちゃったらもう完全に分かんないんで、目隠ししてもらいます。もう色が全然違うわ。では早速ね、食べ比べをこうちゃんにしてもらおうと思うんですけども、いやこれでね、やっぱ当ててほしいよね。こっちが、高い方の明太子ですね。こっちが安い方の明太子ですね。はい、じゃあ早速いきたいと思います。これは当てんといけんじゃろ。一応ね、ご飯と一緒にね、ちょっと後半で分かりづらかったら、あとでちょっと単品でもらっても。ああ、全然いいよ。まずどっちか。まず、はい、いきます。いやでもまず絶対うまいと思う。そもそもいい塩梅だもん、これ多分。うん、普通にたらこだね。美味しいね。たらこ明太子ね。美味しい。ちょっとさ、今のさ、単品でちょっとちょうだい、米なしに今のやつ。ああ。米がすげえ甘く感じる。はい、どうぞ。わかりやすい、こっちの方が。うん、あ、じゃあご飯ない方がいい。次もちょっとご飯なしで最初もらって、ご飯もらっていい？ちょっと飲む。うん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 、オッケー。じゃあ次いきます。はい。え、じゃあ次ご飯ありバージョンいきますね。うん、なんかすごい、これなんか柚子みたいな匂いする。じゃあ次ご飯ありバージョンで。はい。ちょっと大きいかもしれない。はい。いやこれでもそもそも美味しいだろうね。何倍の値段の差だったの？5倍ぐらい違うもんね。え、待って、だってどっちも美味しいんよ。あー、そういうことね。うん、うん、味の感想を言えばいいんじゃない？でも俺最初食べた方が結構つぶつぶ感が強かったから、うん、あ、これは新鮮なのかなと思ったの。そしたら2個目も十分つぶつぶだったんよ。うん、だけどなんか2つ目の方がなんか柑橘っぽい香りがしてんの、ずっと。あー、なるほどね。柚子みたいな。うんうんうん、そこがちょっとおしゃれな感じなのかなと思って。うん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 。で味は正直、うん、そんなにめっちゃ違うわけじゃなかった。どっちも美味しかった。でつぶつぶ感も、うん、言うて似たようなもんだったんやね。なるほどね。ただ2つ目の方がやっぱその香りがおしゃれだったんだよね。うん、ただこれを臭みを消すためにやってるのか、おしゃれゆえにやってるのかが分かんないけど、うん、最後もう一回ちょっと2つ目ちょうだい。あ、もう単体だけでいい。単体だけでいい。ちょっと多めにいる？じゃあちょっと多めにちょうだい。ちょっとプチプチ感を最後ちょっともう一回やりたい。いきます。はい、ちょっと多めです今回。でこっちの方が辛くないんだよね。うんうんうん、最初に食べた方より。なるほどね。2つ目かな。2つ目、今食べた方が高い方。じゃあ目を開けてください。どっちを？2つ目の方が高い方です。おー、やったー。だから本当になんかそうやって食べてみると違うわ、分かるんだねって感じはするけど、でも味の感想はさ、正直どっちも美味しいじゃん。すごいね。でもだこっちの方が辛くないっていうのも、僕もさっきちょこっと実は食べたんですよ、うん、辛くなかったんですよ。こっちの方が辛くないよね。辛くない。
こっちの方が香りが全然違う。うん、だからごまかしてる香りじゃなくて、そう多分ちゃんとおしゃれなそう引き立てさせるための香りなんだろうね。お、でも当たった、めっちゃ嬉しい。すごいね、おめでとう。めっちゃ嬉しい。当たるんだね、はい、いやすごい。これでね、ちょっとこうちゃんのね、料理のね味が確かだっていうのがね、これでまた皆さんにお伝えできたんじゃないかなということで、これはこれでね良かったんじゃないかということで、ちょっとね俺だけじゃなくてね、ちょっとしゅんちゃんのね舌もね確かめようと思います。もうたらこだけでいい？たらこだけで大丈夫。あ、でもうん、まあ、とりあえず1回いい？じゃあいくよ。まず多分でもすぐ分かると思うんだよな。まず1個目いきます。開けて。うん、いい？うん、はい、開けて。あ、もうすぐ分かるわ。2つ目が高い方だね。そう、分かる分かる、すぐ分かるわ。やっぱ違う？味は本当にあれだけど、もう香りが違う。圧倒的に違う。柑橘っぽい香りするから、うん、柚子っぽい香りする。するよね。で、やっぱり食べてみて思うけど、こっちの方が上品。食べてみて、こっちはねやっぱね辛さに、そうそうそう、力を寄せてる感じで、そのごまかされてる、食べ比べればなんかごまかされてる感はある。あるよね。うん、だからどっちも美味しい。でも正直、その時パッと言われたら全然、うん、普段じゃ食べるのどっちじゃないといけないって言ったら、別に僕は安い方でいい、うん、十分美味しい。ただ確かにこっちの方が美味しいのは確かだよね。美味しい、うん、うん、そうだね。分かるもんだね。分かるもんだね。俺すぐ分かったわ。最初フェイントでこっちで一回カンと音させたのに、あ、もう全然聞いてなかった。そんなの聞いてない、聞いてなかった。そんなの実はこっちのお皿で取ってるふりしてこっちを取ったみたいな。そんなことやってたの？小細工まで入れたのに。めちゃくちゃ嫌なやつじゃん。まあまあでもそれでも分かったわ。分かるね。味だけで見てた、音聞いてなかったわ。そこ聞いてたら騙されてたもんね。もっと聞いて、ちゃんと。すごいね。でもやっぱ違うんだね。違う違う。じゃあこの山屋さんっていうのはすごい有名なんだ。山屋さんだって。いや、有名だと思う。すごい。できた。でも一番有名な聞いたことある、なんだっけ、明太子でもう一個有名なとこあるよね。金福さん。ああ、そうそう。との方が多分みんなは知ってると思う。金福さんは正直、うん、東京でも買えるから。ああ、そういうことね。そう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 。で思って買わなかった。あ、でも本当に書いてるわ、柚子入れてるって。後を引かないブレンド唐辛子と気品と華やかさを生む九州産の柚子だって。なるほどね。あ、なるほどね。では最後ね、ぜひね皆さんにやっていただきたい、卵かけご飯なんですけども、普通の卵かけご飯って醤油じゃないですか。今回はね、前回作ったチャーシューのタレを使って卵かけご飯を食べようかなと。これ絶対うまいんで。うまいだろうね。やってほしい。ちょっといきます。じゃあ作ります。はい。まあ、箸でこれやるのやるんだけど、絶対スプーンで食べた方が早いから食べるんですよ。え、卵この中に入るように。え、やんないの？やんない。嘘。まじないかと思った。いいっすね。あ、いいっすね。できれば卵の色、この色が俺いいな。赤玉、赤玉っつうんかな。最近食べれるの、俺昔白身が食べれなかったからさ、黄身だけ取ってたんだよね。あー、それ贅沢だな。それ贅沢だな。これ結構ね、でも味が濃いんで、あんまかけないように。これでも絶対うまいわ。これをね、もうまあ、おまけのコーナーということで絶対に入れたかったんですよ。匂いがやばい。絶対うまいじゃん。匂いがすごい。いただきます、はい、甘辛い匂いするね。足りてる？足り十分。最高。ちょっとじゃあいただきます。魚卵と鶏卵を。全然違うわ。醤油の日じゃないよね。うまっ。やばいでしょ。これはうまい。濃いけど俺はちょっと多めの方が好きかもしれない。うまい。これ、これはうめえ。これを絶対動画に残したかったんで。俺はありでしょ。これは全然あり、大いにあり。もうこれ目的あり。いや、こうちゃんがさ、今回の動画のさメインどっちなのってさ、明太子じゃないのって言ってたじゃん。こっちも全然メインに行くレベルでしょ。超うめえ。俺普通のやつよりこっちの方が好きだ。卵かけご飯
僕はどうしてもこれをね、お伝えしたくて。ほとんど食べちゃった。ちょっと最後食べちゃって。ほとんど最後食べちゃってじゃなくてね。本当にほとんど食べちゃった。ほとんどじゃなかった。うまい。ほぼだった。うわ、朝ごはんにこれがあったら最高なんだけど。最高だね。この柚子の香りがすげえするからさ、うん、パスタとかに使いたくないね。確かに。ご飯とか食べたい、ね、ご飯で食べたいね。うん、確かにもうパスタにする味じゃないね。もったいない。もったいないね。うん、本当ご飯と一緒にこの香りを楽しみながら食べたいって思える感じだから、だってやっぱお高いものはそういう風に相応の食べ方をしてあげたいね。そうだね。うん。まあでもお土産ありがとうございます。これの他にもね、もう一個ね、こうちゃんね、明太子のね、おせんべいとかも買ってきてくれてるから。あともう一個なんか買った、お餅のやつね、築地餅だっけ、つくし餅、つくし餅、あれ美味しい。これはもう俺が本当に好きだから、もう自分も食べたいから買ったんだけど、これはね、もう定番だよね、めんべいと。これ初めて、つくし餅。これめっちゃ、ちょっといや、食べよう。せっかくのお土産だし、まあ俺も食べたかったから、今日はちょっとそういう動画っていうことで、まあメインはこれでした。これだったけど、いや、これでね、皆さんね、こうちゃんのね、舌がね、どれだけ確かっていうのもね、これまた伝わったと思うんでね、ちゃんと美味しいもの伝えられてるよ。あ、でかいんだ、思ったより。この中にいっぱい入ってる。あ、そういうことね。いや、これ1本じゃ確かにでかいわな。小分けに初めて食べる。へえ、おしゃれじゃない。待って、想像よりおしゃれだった。ちょっと待って、見てみんな、つくし餅。いや、これほんとなんか福岡のお土産だ。ちっちゃいお弁当箱みたいな。そうそう、定番だと思うけど、まず食べたことない人は見えるように。じゃあこれをほんとに食べてみてほしい。これはちょっとまた後で。え、なにこれ、すごっ。え、黒蜜みたいなのが入ってて、え、これいくらだったの。これもしかしてめっちゃ高いんじゃないの。え、そんなにせんかったはず。これはこの一かけらで、一かけらっていうかで、いくらすんだろう。一かけらじゃ分かんないけど、つくし餅が9個入りで1000円、だから1個100円。あ、言うほどだ、ね、でしょ、普通でしょ。いや、なんか豪華じゃない、ね、え、もうかけちゃっていいの。かけちゃっていいし、まあそのまま1個普通に食べてみてもいいし。え、何この中にまた1個なんか、めっちゃうまそう。わらび餅みたいなのが入ってんだ。くす入ってる。ちょ、じゃあ俺から食べます。あ、もう切らなくても切れてる中で。これあれじゃん、こうちゃんがめっちゃ好きなやつじゃん。そう、ちょ、いただきます。美味しいよね。わらび餅よりこっちの方がうまい。歯ごたえがめっちゃある。そう、わらび餅だ。いただきます。うん、あ、これうまいわ。餅感が強いよね、こっちの方が、うん、こっちの方が強い。俺こっちの方が好き。うん、これ友達がお土産で買ってきてくれた時すげえ嬉しかったもん。これとめんべいが本当に嬉しかった。うまい。でもこれ食べ過ぎ要注意の味するな。糖質高そうだな。高そう、甘いもん。うまい。これ嬉しいね。これめっちゃ美味しいでしょ。でも選んできてる、そのやっぱりセンスがいい。ほんと、辛いものだけじゃなくて、辛いもの甘いものはさすがだなと思った。いいね。これだけだと思ってた俺、絶対お土産。最初通りもん買ってこようかと思ったんだけど、通りもんはいいや。そう、もう自分があんまり好きじゃないだろうな。いや、散々食べてきちゃったからさ、みんな通りもんだからさ。いや、こっちのが気が利いてる感じがする。あんまり東京にない感じのお土産じゃん。ないないない。で、正直さ、通りもんとかってさ、もうひよこまんじゅうとか、そこら辺とやっぱ系統は全部一緒だ。ちょっと似てる。そう、似てる。そういうのを外したかった、ね、どっちもうまいうまい、ね、そう、美味しいんだけどね。どっちも美味しいんだけどね、うん、はい、ありがとうございます。ということで本日はですね、はい、よくテレビやってるね、芸能人の品格ってやつですね、あれにちょっと似た、格付けか、格付けに似たようなやつで、明太子の食べ比べと、あと僕がね、絶対皆さんにそのチャーシュー作った後に食べてほしかった、卵焼き、卵かけご飯かの作り方と、あとはこうちゃん買ってきてくれたね、お土産のね、紹介をさせていただきました。はい、ちょっとね、いつもとは違った動画だったんですけども、少しでもね、楽しんで見てもらえてたら嬉しいです。はい、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。